オムラ家のひとりと、皆さんごきげんよう、バカボンオムラです。そして皆さんごきげんよう、オムラマナです。オムラ家の人々シーズン3、ごきげんよう。オムラマナとバカボンオムラ、血のつながってない2人のオムラがそれぞれ紙に6マス分のネタを書き、サイコロを振って投稿していく、yes! ということでございます。はいよ、長くね続いております。もうあれですね、もうあの12月もう終わりですか。もう今年も終わりですね。もうすぐ終わりです。もうすぐです。すぐ終わってすぐ始まる。そうなんか、やってますか。なんか年末に向けてなんかやってますか。何もやってません。何もやってないですか。じゃあこの話はこれで終わりっていうことでよろしいですか。え、なんかやってますか。大掃除とかやってますか。もう何もやってません。この話はやめましょう。そうしましょう、はい、そうしましょう。ということで、オムラ家の人々シーズン3、ごきげんよう。今週はオムラマナさんが紙に6マス分のネタを書きまして、私バカボンオムラがサイコロを振りたいと思います。サイコロありますよ。はい、それでは、マナさん、今日の6マス分のネタを紹介してください。まず1が出たら、はい、最近やっぱり美容ネタが自分の中では流行っておりますので、はい、1が出たらお肌の美容の話。ちょっとなんか肌白くなりました。え、肌？歯？うん、歯？肌？歯？ま、そう、いやいや、歯も肌も。あ、特に肌。やったかも。やったー！最近毎日パックして、あと、はい、ハイフってやつやったんです。またハイフ。また新しい造語を作ったんですね。いや、造語じゃない、造語じゃないですよ。妄想でしょ、それ妄想でしょ。ハイフやったんです。ハイフ知らないですか。ハイフ知らないですね。ハイフっていう。ほらね、やっぱり夢の中で見たんでしょ、それ。夢の中で作っちゃった言葉なんでしょ、ハイフ。違いますよ、バカバさん。ハイフっていうのは、はい、簡単に言うと、これなんかこう、ピッてお肌に当てる機械なんですけど、ピッて当てることによって、なんか一定のこう光が出るんですけど、その光、実はお肌の奥のお肉を瞬間的にキュッて焼くんですよ。うわ、焼肉。焼肉ですか、新しい。はい、焼肉配布っていうことですね。焼肉配布。焼肉配布。で、焼くことによって、ほら、お肌がキュッて引き締まるんです。でも焼くんでしょ？そう、中は焼けてます。あれでしょ？うん、焼肉するならってやつでしょ？新宿駅の西口の方でこう、焼肉するなら、やっぱり、配布ってやつでしょ。それ一皿いくらですか。え、あれじゃないですか、一皿いくらですかって、部位を言えや、部位を。ちなみに、配布は、うん、まあ、カルビだとね、ほら、一皿980円ぐらいかもしれないですけど、はい、配布は一回、ピュッてやるのに、うんうん、これもう片側ずつ1万円ぐらい。うー、じゃあ上カルじゃん。何あれ、つぼ漬けカルビじゃん。有限定のやつでしょ。あれ、ジョジョ園有限定のやつでしょ。ランク高いやつですね。そうつぼからプルルルって出して、こうやってハサミで切りながら焼くやつでしょ。うーわ、有限定やん、それ。ここに有限定しょってます。うわ、有限定です。まだ1しか言ってないですよ。2が出たら何ですか。あ、2が出たら髪の毛の美容の話、はい、3が出たら髪の毛どうですか、はい、ほら、え、髪の毛、私の髪の毛どうですか。あ、でもちょっと色変えた。あ、
ちょっとねこれ実は赤をねやっぱ、ね、赤入ってるよね。こう季節ごとにうまく配合してるわけですよ、ね、すっごい伸びたね。そしてであの前までボワボワだったのがちょすごいまとまり始めてるね、うん、まっすぐに。わかりましたか。これね実はね王子はフィルメローです、うん、え何もう一回もう一回もう一回これね、うん、王子はフィルメロー何おあのオーストラリアの方のなんかスイーツですか。フィルメロー王子はフィルメロじゃ王子はフィルメロじゃないでしょそれ前も言ってたやつなんかあれでしょあオージービーフのこと？オージービーフのこと？王子はヒルメロっていうオージービーフね。違います。ヒルメロじゃないフィルメロ。じゃあフィルメロっていうあのあれつぼ漬けカルビーのこと。あ有限定だ、ま、有限定あの肉のことフィルメロっつんだやれ焼肉か。そっかやっぱそうだな。で3は3が出たらはいまつげの話見てください。まつげこれまつげちょっとどうしたんそんなに上がっちゃ反り上がっちゃってなんですかそれ。これはあこれ何あのそれマナシのあれなの、はい、本物の毛なの、それとも、ね、3D プリンターで作ったの。もう 3D プリンターみたいなもんですね。これはうっそ 3D プリンターなの。うんうん、もうほとんどそうです。 3D プリンターでまつげ出したことあります？いや出したことないけどなんか本当になんかプリンターっぽいよ。立体プリントしたみたいな感じでクルーンってなってるね。反り上がっちゃってるけどすごく。これねバコボンさんもつけたらね目力上がりますよ。やだそんな目力つけたくない。すごい。それなんか名前ないんですか。うん、エクステンション。エクステンション。うん、エクステンション。エクステンションってあれでしょ、あの、はい、つけるやつでしょ。あ、そう、あ、わかりますか。タレでしょ、タレあの、つぼ漬けカルビのタレでしょ。またつぼ漬けカルビのタレ、あ、有限定だ有限定、有限定のあの、つぼ漬けカルビを焼いた後つけるタレがエクステンションでしょね。いやなんだ。4が出たらどうなんですか。4が出たら眉毛の話。眉毛あれ眉毛整ってない。整えたこれね実は、うん、前結構ゲジゲジだったよね。いやそんなことないっすそんなことはないっす。そんなことは実はなんすか。タトゥーこれね眉毛タトゥー。いやでも最近タトゥー入れる方もいるんですよ。そうそうそう、全部剃っちゃってタトゥー入れるんでしょ。そうそう、だから MRI とか受けたら眉毛だけこうやって浮いてるらしいですよなんでその人 MRI 受けたんだよやりすぎだろう。この顔周辺やりすぎちゃったから頭をちょっとなんか調べなくちゃいけなくなっちゃうんだな本当にな。やばい、 MRI でガー撮ったらタトゥーの場合はどうなの、映らないの。あの眉毛だけ映るんですって、タトゥーの染め子が。こわ、 MRI でこう写真撮ったら眉毛はこうやって映るの。そう、眉毛だけ、頭蓋骨に眉毛だけこうやってこう、すごい地球から見る宇宙ステーションみたいじゃないですかこの時間だけ見えるよみたいな、肉眼でも見えるよみたいな。そうそう、前澤さんの手、前澤さんいるんだ。あ、じゃあ眉毛に前澤さんいるんだ、うん、こうやってあ、そう、わーってこう、わーって、わーって、ちっちゃい、前澤さん、ちっちゃく、ちっちゃい前澤さんがこう眉毛でこうイエーイってやって、今度有限定行こうねっつって降りたらあの徐々に有限定行こうねって、いや次はつぼ漬きカルビ食べようねか帰ったらね、あの
もうすぐ帰るからね。このこれね、次は絶対有限でできないんですよ。5が出たら爪、爪の美容、爪の美容、爪。ああ、なんかそれはツヤツヤですけど、はい、何か何してるんですかこれは。これはですね、ジェルネイルです。え、うん、あジェルネイルって聞いたことある。本当ですか。どうやって、いわゆるネイルでいろいろ模様つけたり、はい、色つけたりじゃなくて、はい、ジェルであのツヤツヤにして、それがネイルの代わりになるわけでしょ、はい、あそうです、その通りです。そうでしょ、知ってるんですよ。それぐらい今結構流行ってるんですよね。そう、まあ今ってかもうずっと、ネイルをどうのこうのっていうよりはジェルネイル派がいるじゃないですか、うん、あ、そうですね。ジェルネイルの方がもちろん剥がれないですし、なんかあのデコるさ、ネイルがすげえ流行るって、デコネイルとかさ、そういう派手ネイル系とジェルネイル系の歯が分かれるわけでしょ。そうです、合ってます。ジョジョ園とジョジョ園有限定の違いぐらいがあるでしょ。またこの話、ジョジョ園とジョジョ園有限定の歯に分かれるって、いやジョジョ園っつったらジョジョ園有限定だろっつって、いやいや高いよ有限定は、普通のジョジョ園でいいよって言ってね。あの6が出たら香りの美容の話です。香り、あ、香りのね、大事ね、やっぱり香水とか、ほら、はい、ね、全然ジョジョ園の周辺って匂いしないよね、うん、もうダメだね。有限定も全然匂いしないもんね。お、全然あの焼肉屋さんって分かんないよね。どこへ出してんだろうね。確かに、あれどこで出してる、あれ厨房かな、厨房に一回全部集めて、こう風を集めて、風を集めて、こう厨房でブワーって、うん、でこのこう何、あのメインシェフがこう匂いかきながら、うん、今日も有限定最高って言ってるのかね。肉最高だねこれっつって、匂いチェックしてるんですかそれ。匂いチェックしてますね。はい、ということで小村真奈とバカボン小村が、それぞれの6マスのネタを書き、サイコロ振ってトークしていく小村家の人々シーズン3、ごきげんよう。出演小村真奈、バカボン小村、ディレクター小村裕二。次回はバカボン小村が紙に6マス分のネタを書き、小村真奈さんがサイコロ振ってトークしていきます。お楽しみに。電気バリブラシの回は皆さん自分で何回目かを調べて、ぜひそこも聞いてね。オムラ家の人々。